はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。本日ご紹介するのはですね、こちらですね。でかいですね。もうお分かりですね。ワンピースのチョッパーの帽子です。ちょっとハロウィンパーティーが近々あるんで、これをかぶっていこうと思って買いました。行ってみます。おでかい。どうでしょう、これはもう普段はもうどうしようもないですね。この時のためだけにみたいな感じですけど、チョッパーやっぱ人気ありますもんね。ワンピースの、キャラクターの中でもね、グッズとしてですねできてる確率が高いですね。かなりいろんなグッズでございますけども、帽子もね、帽子だけでも何種類もありますんでね。ドクターヒルルクからプレゼントされたこのね、バッテのついた帽子ですけれども、ワンピースもですね、ご存知の通りですね、脇役の方々がですね、非常に一人一人エピソードも濃いし個性も強いんでね、本当にですね大人気の大漫画となっておりますけれども、特にこのチョッパーですね、キャラクターの可愛さからもですね人気が出てますね。今日ご紹介したのはですね、こちらのチョッパーの帽子でした。はい、ザトールです。